どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、ちょっと前にね紹介させていただいたこちらのですね0円 SIM、 今ねトライアルキャンペーンみたいなのやってるみまして、ルシモっていうね eSIM が海外でね今無料で利用できますよっていうのはねキャンペーンやっておりまして、まあ、前回ねこちらの紹介させていただいたわけなんですけども、今ねアメリカに着きまして、今回このねeSIM のルシモ、まあ、どういった感じでね利用する実際の利用方法をねしていけばいいのかっていうのをですね解説ねやっていきたいなと思います。ということで早速ね内容に入っていきたいと思います。ちょっとね申し訳ないですけど、息子はね隣の部屋で YouTube 見てますんで、ちょっと音が入っちゃうかもしれないですけども、この点はねご了承ください。ということで、やっていきましょう。私はね5月2日にですねこのアメリカ、今ロサンゼルスに来ているわけなんですけども、この滞在にあたってこのトライアルキャンペーンね申し込みさせていただきました。で今回の動画の内容としては、国内でのアクティベート方法と、現地のね利用方法、あとね速度などね実際に継続して紹介できればななんていうふうに思っております。5月31日までですねこちら利用開始分、このルシもね無料でキャンペーンやっておりますので、まあ、結構ねいいのではないのかななんていうふうに思いますので、ぜひね気になる方は公式サイトね概要欄に載せておきますんでチェックしてください。でこちらですね、購入方法自体はね前回の動画で軽くやりましたので、まあ特に難しくもございませんので、そちらでねやっていただいて、利用開始日ね数日前になるとルシモからねメールが来ます。ご利用開始に近づきましたみたいなメールが来て、ちょっとね私ね海外からそのメールがアクセスできなくて、ちょっと画像出せたらねこれに出しておくんですけども、まあ、そのメールが来ます。そこにアクティベート方法とかですね契約内容が記載されている、ね、メールが数日前ですね、まあ、私がね感じだと 4,5 日前ぐらいかな、来ますので、そこからアクティベートが、ね、できるようになります。まあ、アクティベートしていただいて、まあ、その後現地で使うみたいなね、まあ、そういった流れになるわけなんですけども、この際にですねこのアクティベートをしていただきますよね。まあ、しないと利用することができないわけなんですけども、これね利用してしまうと、まあ、アクティベートの設定をしてしまうとですね、その日から開始になるっていう風になりますんで、ここね1点注意点なんですよね。海外にね着いてから基本ねこちらをやっていただきたいと思います。もしくはもうちょっとね日数を長めに取ってもらって設定するっていう感じですね。仮にね5月3日から7日間5月10日で契約してるとしますよね。で現地滞在が5月10日までだとして、これをね3日前とかにね設定してしまいますよね。そうするとこのアクティベートねした日からこちら利用開始になっちゃいますんで、まあ、5月10日までね現地で SIM 使えないみたいなね、まあ、こういった形になりますんで、ちょっとね不安は残ると思うんですけども、基本的にこのアクティベートっていうのは現地でやっていただくか、契約自体をですね数日ね長めに設定していただく、まあ無料のね今のキャンペーン中であればねちょっと長めに設定するみたいなことはできると思うんですけども、まあ、そうじゃないとねちょっと厳しいかななんていうふうに思うんですけども、基本的にはね現地でやっていただきたいなと思います。またね QR コード読んでいただきますんで、1台の iPhone でやってしまうとですね、こちらで契約内容でこれに QR コードが出ますんで、もう1個ね端末あった方がやりやすいっていうふうになりますんで、まあ、基本的にはですね2台の端末が、まあ、インターネットねつながっている環境の方がいいかな。まあ、片方はまあシャメールさえ止めればいいんですけども、まあ、こういった感じで利用していただければなと思います。ではね実際の利用方法をね、見ていきたいなと思います。それではねちょっとこれにね出しておきますね。こちらね、メールの画面がここでちょっと見れるかな、これですね、こんな感じでメールが来ますんで、ここでね、見ていただいて利用していただく感じですね。で URL ね、クリックしていただくと、ログインにね飛びますんで、こちらねログインしていただきます。まあログインしていただくと、まあこちらでですね QR コードが表示させれるっていう風になりますんで、一応ね設定方法ねザザッと書いてあるんですけども、まあここはねまあちゃちゃっと見ていただいて、ログインねしていただければなと思います。でこちらねログインフォームになって、ログインねしていただきます。でログインしていただくと、そうするとですね契約内容がね、見れるようになっておりますんで、この QR っていうところをねクリックしていただくと、QR コードがね出すことができます。まあ、これをね読んでいただいてアクティベートしていただくっていう風になりますんで、まあ、これをね誰かもう一個の端末とかで写真撮ってもらって、まあ、利用していただいた方がね分かりやすいかなと思います。ではねこれを写真撮っていただくと、モバイル通信プランみたいな感じでアクティベートっていった形になります。 eSIM アクティベートしようとしていますということで、このままね進んでいきます。
でしばらくするとですね、このねモバイル通信設定完了っていう画面が出ますんで、まあこれでね設定していきます。で入れるとですね、どちらをねデフォルトで使いますかみたいなね、まあこういったのが出ますので、まあこれ現地に着くかどうかで変わってくると思うんですけども、まあもうこの今回入れてるのはねモバイルデータ通信っていう風になりますんで、まあ現地ついてね利用する方はこのモバイルデータ通信を入れてチェックねしてください。個人っていうのは私のね元々のデフォルトの回線ですね。ここでね名前入れてると思うんですけども、こういった感じで出ます。であとねフェイスタイムとアイメッセージ、これもどっちを利用するかみたいなのが出ます。でここでですね、私はねミスったというか、最初個人の方になってチェック入れてて、その後モバイル通信入れてまた個人に戻してみたいなね、結構行ったり来たりしてたんですよね。そしたらですね、最終的に画面がね落ちちゃって、結局どうしようもなくなっちゃったんですよね。でもう一回写真を読んでね、設定アクティベートねし直そうかなと思って eSIM を読んだらですね、こういった画面が出たんですよね。 eSIM はアクティベートできませんと、やり直してみるか通信業者問い合わせてみてくださいみたいなね、まあこういった画面が出て、あこれはやっちまったなと思って、どうしようと思ったらですね、もうこの状態になったらですね、結果論ですよ、結果論、この状態になったらもう eSIM はね入っております。ですのでこの状態になったら、まあ、安心していただいても、この状態だったら入ってるんですよね。ですので、これでね、もう OK って言った形になります。ですんで、まあ、さっきのは、まあ、入れた後の設定で、まあ、ちょこちょこやってて、で、失敗したみたいな感じになりますんで、これ時点でね、もう eSIM は入っておりますんで、まあ、もしね、こうなってしまったら、まあ、ご安心してね、そのまま利用していただければなと思います。ではですね、今のはアクティベートの方法っていう風になりまして、まあ、ひとまずね、QR コードを出して、それを QR コード読んでね、進んでいけば、まあ難しいことはね、何もないと思いますんで、そこでちょこちょこね、やってっていただければなと思います。で、現地についてる方は、まあそれでね、通信ができると思います。で、もしね、できなかった場合ですね、私もですね、現地についてすぐね、利用できなかったんですよね。で、その原因なんですけども、こちらね、iPhone の設定画面なんですけども、モバイル通信っていうのがね、ありますよね。今ね、個人っていうのが、これもともと私が使ってる回線ですね。その下に eSIM アメリカっていうのが、今回の SIM 買ったやつですね。で、これがね、もともと旅行みたいな感じで入ると思うんですよね。ちょっとこれはね、人によってもしかしたら変わるかもしれないですけども、結局私は分かりづらいんで eSIM アメリカって勝手に名前つけたんですけども、多分旅行とかで多分入ると思うんですよ。最初人によってちょっと変わるかもしれません。でまずね、この今回ね今使っているこの eSIM アメリカをオンしますよね。こうするとアメリカの場合は1010/CSL っていう、これ中華っぽいね、モバイルデータ通信を拾って T モバイルに接続されてるんですよね。でこれずっとね見てっていただくと、データローミングっていうのがありますよね。これ最初オフになってます。でこれオフになってると通信自体使えないです。このデータローミングっていうのはですね、各スマホキャリアは、まあ、日本国内で自社の携帯使って、まあ、回線使ってるわけなんですけども、海外で利用する際はこのローミング自体をですね、オンにしないと基本的に利用できないんですよね。でこれがデフォルトでオフになってますんで、これねちょっとね気をつけといた方がいいですね。私もついて結局 T モバイルの電波は拾ってるんだけど使えないみたいな、まあそんな感じで、これね何度か私も普通の物理 SIM とかでね結構あったんですよね、今まで。ですので、あこれデータローミングオンになってないのかなと思って設定見たらなってなかった。でこれオンにしたら使えたみたいな、まあそういった感じになりますんで、この点はね覚えておいていただければなと思います。そんなもんですかね。それでは次にですね、通信速度ねちょっと見ていきたいと思います。今スピードテストを、ね、入れましたんで、ね、どのぐらいなんだろう。まあ、今ね、ここまで今ロサンゼルスの近く、空港の近くのホテルにいるんですけども、まあ、特にねここまで来る時にねちょっとだけ使いましたけど、特に困ったことも全然なかったんで、そんな遅くはないと思うんですけど、どうなんでしょうか。だいたいですね5メガとか出れば全然余裕だと思うんですけど、あ早いですね。はい、ということで結果はダウンロードが 28.93、 アップロードは 12.0 ということで、そうですね、動画視聴も全然問題ないんで、まあ基本的にはね全然余裕ですね。まあこれアメリカに関してはですね、この T モバイルっていうのはね、
つながるんですよね。いつもねニューヨークとかで利用しているね回線と同じっていう風になりますんで、これ見た瞬間にはまあ大丈夫だなっていう風に思ったわけなんですけども、まあこういった感じでね利用することができるっていった感じになります。まあこんだけね速さがあれば、まあ Google マップとかね、まあそういったものに特にね困ることはないかななんていう風に思いますし。今回私はね、20ギガでね、契約させていただいたんで、まあ滞在中これでね、多分余裕で利用することができるのではないのかなと思います。まあもちろんね、街中でずっと動画とかね、見てたら20ギガもね、なくなっちゃうと思うんですけども、まあホテルとかね、基本無料 Wi-Fi 通ってると思いますんで、まあそれ以外の機械で使うっていう意味ではですね、全然ね、利用することができるかななんていうふうに思いますし、まあ無料っていうのはね、本当にありがたいですよね。5月31日までね、こちらやっているっていう風になりますんで、気になる方はぜひねチェックしていただければなと思います。でこのねルシモの、まあ、最大のデメリットっていうのはこのアクティベートね、先ほどお見せさせていただきましたけども、国内でやる場合は前倒しして期間がね、消化されてしまう、この点ですよね。やはり国内でアクティベートができないっていうのはちょっとね良くないですよね。で実際じゃあそうなったらじゃあ現地でやるかってなると思うんですけども、現地でやってできない使えないってなったら結構積んじゃうじゃないですか。まあもちろんね空港で eSIM とか買えばいいんですけども、まあ、空港で eSIM 買うってね、まあ、普通の人がねまあ慣れてる人だったらねこれは簡単にできると思うんですけども、これが慣れてない人だったらねちょっとねパニクると思いますし、携帯使えないってもう結構積むじゃないですか。まあここはねちょっと問題点かなっていうところですかね。またね LINE とかで対応してくれればですね、現地で使えないとかなった時に LINE でねメッセージやり取りができればまたね話変わってくるかななんていうふうに思うんですけども、まあそういった記載もなかったと思いますんで、まあそうなってくると多分メールのやり取りでどうにかする、でもそのためにはネット回線がいるみたいなね、まあ結構ね困ってしまう部分がね多いかななんていうふうに思いますので、この点はね注意していただければなと思います。まあ無料でね利用することができるっていうふうになっておりますんで、まあこれはねやっぱりいいですよね。ひとまずですね、私がツイッターの方で見ている感じだとね中には使えなかったっていう方もいらっしゃるんですけども、まあ、こればっかりはねデータローミングがオンオフになってるかどうかってその人の端末見ないと分かんないんで、まあ、どれぐらいね eSIM ってまた物理 SIM と違ってね分かりづらい、まあこの SIM 自体が結構分かりづらいサービスなんで、設定一つねちゃんとなってないだけで利用できなかったりいたしますんで、まあこれねちょっと難しいですね。使えないっていう方が本当に使えないのか、まあちょっと設定がねちゃんとされてないのかっていうのは、まあ、正直よく分からないので、まあ何とも言い難いところですね。まあ私自身はね普通に使えてますんで多分問題なく使えるのではないのかななんていうふうに思うんですけども、一応ね無料なんでね、まあサブで入れといていただくのはまあいいんじゃないのかなと思います。一応ね楽天モバイルみたいなね海外でねデータ通信ができるものをちょっとね持ってっといた方がまあ安心ではありますよね。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。